愛したくなっちゃうみたいなお客様いらっしゃいますか。柳橋 Q チャンネル。はい、山田でございます。メンズエステの店長やらせていただいております。今日はアシスタントの、はい、高橋です。よろしくお願いいたします。で、久々にですね、お客様に向けてやっぱりメンズエステご利用してくださる方がね、より癒されていただきたいですし、よりまあいい思いっていうとちょっと下品なんですけども、料金以上の満足感を味わっていただきたいなっていうふうに思いまして、良い思いをしたい際にはっていうことでお話しさせていただきます。まあいろんなお客様接客してきたんですよね。で、おそらくそんなにお客様に差をつけたりっていうのはしないと思うんだけど、より頑張りたいなとか思うお客様とかっています？やっぱりお触りない方です。あ、お触りない方ね。お触りない方、はい、やっぱりそこはね、セラピストさんによるっていう話もしましたけど、この間ね、ちょうどここの部屋かなんかで女の子によってはみたいな話もしましたけど、ただ基本8割9割のセラピストさんっていうのはお触りなんてされたくないですよね、でそれも男の人がやっぱり目の前に可愛い女性とかね、綺麗な健康的な女性がいた場合にちょっと手が伸びるっていう気持ちは分からなくないよね。なので分かってはいるので、セラピストさんによっては優しくダメよって上手に言ってみたりとか、っていうのはあると思うんですが、基本されたいと思ってる方はいないと思ってご利用された方がよろしいかと思うんですよね。でぐっと我慢してルールを守ってくださる方はより癒してあげようっていうふうに、思うと。抜きの要求とかは、まあ、たまにでも、まあ、うちはあんまない。そうですね、もはやね、東京の方が多かったね。だからお店にもよると思うんですけど、うちのお客様っていうのはあんまりそういう要求してくる方っていらっしゃらないので、言ってきたらゲゲって感じだと思うんですが言わない方がまあ当たり前になっちゃってるっていうのもあるんですけども、それはそれで感謝しなきゃいけないところかもしれないですよね、他のお店さんとかと比べたら。あと何か愛したくなっちゃうみたいなお客様いらっしゃいますか。なんだろう、こういうのが嬉しかったとか。礼儀正しい方。あ、礼儀正しい方、なんかシャワー終わって、変えられて、シャワーのとこ掃除するじゃないですか。はいはいはい。時にタオルとかはちゃんと畳んであったり。それもありますね。ああ、俺全然パサってするタイプだわ。それも入れちゃうからいいですけどね。あ、その後の気遣いか。だから使い終わった、今のお話はね、使い終わったタオルだったり、洗面所だったりが、まあ、それなりにもちろん完璧にはなってなくても、後で片付けるんだろうなっていうことを考慮して、それなりに整えてくださるお客様がいるってことですね。あとカゴとか持ってきてくれる方いるんですよ、シャワーと一緒に。はい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 、ありがとうございます。あ、気遣いっすな。俺そういうのはね全然できないタイプなんですよね。だからモテないんでしょうか。あ、なるほど、勉強になりますね。なのでちょっとした気遣いだよね。あ、そこまでしなくていいですよって、あ、してくれたんだ、もちろんやるのにって思うけど、ありがとうございます。勉強になるな、こうやって話してるだけでもね。そっか、あと何かあります？あと何だろう、嬉しかったことね。お話とかやっぱり覚えてくださってるとこかな。あ、そうですね、結構半年前とか、あ、半年前とかの、会ったことある、はいはいはい、っていうか、いらしていただいた時のこととかね。そっか、それってやっぱり結構逆もあってですな、一度着いたお客様が半年後に来てくださるっていうようなことだってあるじゃないですか、出張とかで、出張とかで、そうそうそう、その際、また呼んでくれたみたいな、そう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 、でその際セラピストさんはセラピストさんでやっぱり覚えていて、でしっかりその時の会話とかできたら素晴らしいですよね。でセラピストさんは1日何人も、月で何人も施術するので、ついつい半年前のこととか忘れがちになる方もいらっしゃいますけれども、必ずやっぱり何かメモを取るなりして覚えたりするのがよろしいかと思います。覚えてくださってるだけで感動しますからね。僕なんかだからマッサージはメンズエステは行かないんですけど、
揉みほぐしのマッサージ、70歳のおばちゃんの話してますか？知らない。恥ずかしいのでね、また赤面してしまいますけども、たまに70歳のおばあちゃん指名でマッサージ行くんですよね。うん、で、あの来る時間とか1ヶ月に1回しか行かないんですよ。でその方週5回出勤していて、でもあの何曜日によく来るとか何時ぐらいによく来るとか覚えてくださってるんですよね。で背中だって2回施術しただけで3回目行った時に、あ背中ねっていう感じで、あのそれも1ヶ月空いてるんですよ、うん、そういうやっぱりなんていうのかな、覚えているっていうこともすごく大事なので、お客様もセラピストさんとね、ちょっといい思いというか、したい場合ももちろんですけれども、うちらお店側はセラピストさんもしっかり覚えていって忘れないでいるという、ことを意識されたらお互いにとっていいし、愛が生まれるじゃないですか。あの恋愛の愛じゃなくてね、大事にするという愛が生まれるので、よろしいかなと思います。では失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。面白かった人は高評価ボタンを、チャンネル登録もよろしくお願いします。セラピストさんになってみたい方もご連絡お待ちしてます。